はい、本日はゼントさんからサンプル提供いただきましたゼントスマホリングホールドリングの萌えにゃんこの形をした落下防止、交換用両面テープ2個付きの型番 ZNT の D101 のスマホリングのご紹介です。可愛いですよね。女性に、大人気です。新製品で、普通ね、アマゾンでしかまだ売っておりませんね。ちょっと最近調べたんですけどね、近くの店とかにはありません。はい、というわけで、売り切れ前に、購入されたらどうでしょうか。今日のおすすめ商品です。サンプル提供はこちら ZNT って言っていいんでしょうかね、ゼントさんと言っていいんでしょうかね、の方から提供を受けました。萌えにゃんこ系ホールドリングのご紹介。ここですね、リングの部分は360度自由に回転します。前後方向も180度回転しますんで、非常に良い商品だと思います。作りもいいですよね。はい、じっくりお見せします。この作りの良さ、はい、この感じですね。亜鉛合金メッキを使っております。非常に可愛いですよね。なかなかね、こんなスマホリングは売っておりませんね。はい、萌えにゃんこの新製品のご紹介です。現在アマゾンで人気商品で、星5つ1380円というふうになっております。早速開封していきたいと思います。はい、可愛いですよね。女性に、まあ、なんて言いますかね、バレンタインデーのお返しにでもいいんじゃないかなと思う商品です。はい、開けていきたいと思います。後ろですね、こんな風に取り付けます。はい、で開けます。内容物見ていきたいと思います。はい、これで書いてありますね。はい、こちらがその商品です。はい、これを取り出してみたいと思います。はい、これでより一層見えると思います。ここに、メーカーさんのロゴが入ってます。はい、ここですね。はい、でここは自由に、ちょっと硬いですけどね、これぐらい硬さがあった方がこういうふうに置くことができますね。スマホをこう横置きできるといった具合の、はい、萌えにゃんこの可愛いですよね。はい、これが180度、こちらも回転します。ここも回転します。はい、でこれを閉じますけど、こんな感じで、でこちらに、シールが入っております。何度も付け替えれますんでね、水で軽く洗って乾かしてつけると粘着性が戻るといった具合のシールと両面テープ、同じ替え用の両面テープが 3M のが2枚ついております。だからここに最初からついてるのと、ここに、はい、2枚入ってますんでね、計3枚で、十分ですよね。ここまでね、シールまで入ってるのってなかなかないですよ。はい、それぐらい優れた良い商品ですね。それと、まあ、これは、はい、レビュアー向けの、はい、挨拶状でしょうかね、が入ってます。はい、こういったわけで、萌えにゃんこのスマホリングにこんな感じですね。こういうふうに持ってスマホをつけるといった具合です。はい、ペタッとこう、まあちょっとね、他メーカーさんのですけど、はい、比べてもらえばいいです。これ私が今つけてる感じの携帯を見せておりますけど、これが、まあ、萌えにゃんこになると全然感じが変わってくるといった具合です。まあ実験のために軽くつけます。はい、置いてみますね。こっちが萌えにゃんこというふうになります。はい、こ
こんな感じですね。これ中心に持ってくれば可愛いんですけどね。はい、こちらが、まあ、僕が買ったタメーカーですね、のやつです。前から持ってきたやつから比べると、まあ、可愛いですよね。ここの作りとか、質感が非常にいい、おしゃれな萌えにゃんこ。はい、スマホリングですね。はい、こんな感じで、萌えにゃんこスマホリングのご紹介でした。まあ、欲しい方はね、ぜひ、URL 貼っときますんで、買ってみてください。そういったわけで、萌えにゃんこでした。さよなら。またです。